どうも皆さんこんばんは、ゆりかけです。ちょっと待ってね。 OK、だんで、まあ、こっちの動画の方でやってるんですけど、まあ、なんで動画の方でやってるかっていうと、なかなかね、配信できる時間がないまあこれは僕のなんか事情になってるんですけど、ね、配信できる時間がまあちょっと限られてるんですね。もう限られてきてはいるんで、まあ限られてるというか、まあ単純にね、なんかね、やれるタイミングがね、見計らって浮いてんだろうか、大丈夫かこれ、まあ、やれるタイミングを見計らってはいるんですけど、ちょっとあんまできてないので、そのまあある程度その次のボスを倒さないとなかなか先に進めないんで、ちょっと動画の方にでのねあれになっちゃうんですけど、ちょっとモデル、まあ雪山のねボスを討伐しないと、どうやら、その平地のねでの最強装備を作れないんですよね、ボスのモデル倒さないと。なのでね、今回はついにモデル、まあモデルを討伐しに行きます。ちょっとね、なんか突発的というか、まあちょっといきなりやることになっちゃうんですけど、まあちょっとそれはねえ、ちょっとそれはご了承です。ください。なんかこんないきなりやる形になっちゃったんですけどね。ちょっと火の弓矢持ってっか。まあ。なんか、まあ、モデルっていうのも、まあ、なんだろう。たまになんか、グレイスだっけ？グレイスじゃないか。わかんない。なんだっけ？まあ、雪山でもなんかドラゴンみたいなのいるじゃないですか。で、あとちょっと、まあこれは余談なんですけど、平地をちょっとね、探索してまいりましたね。ここら辺とか。ね、そしたらね、死にかけましたんですけど、ね、その、大麦。だから、これはどうやら、育てることができるんですけど、どうやら平地じゃないと育てることができないらしいです。なんか他にはなんだっけ、他に朝日とか、朝っていうのかな、わかんないけど、あとはロックス、たまに多分配信でもあったのかわかんないけど、たまになんか牛みたいなやつの倒した、あれ正直言うと多分ゴブリンとか、まあ、平地にいるゴブリンより圧倒的に強いです。なので、まあ、弓矢で牽制しつつ頑張ったんですけど、まあ、形になっちゃったんですけど、まあ、これでいいかな。で、あと、回復というか、まあ、一応、まあ、ここら辺の回復の蜂蜜食もね、ありったく持っていきましょう。よし、行こう。あ、人参とかになってきてる。あとね、そっち側にあったと畑を全部こっちに移しました。あとは何だろうな。あとはね、これあるんだったらな。その超健康蜂蜜っていうのは、これの上位互換。この普通の健康蜂蜜の上位互換なんで、まあちょっと回復力は高いんだけど、何せね、コストがかかるんで、まあだからちょっと、まあ、今回は使わない方針でいこうかな。あるんで、ちょっとね、確かにね、あったよね。ほら。一応4つね、作って、今2つ終わったところなんだけど、ね、ほら、超結構、血袋必要なんだよね。でもね、血袋、まだ、これからも全然使うから、まだ使いたくないんだよね。まあ、ちょっと、余談というか。で、ゲートもこっちに移動しました。で、あと、あれですね。ちょっとね、まあ、守り神的な形で、トロルの顔をあそこに置いておきました。ね、じゃあ、ちょっとこれから、ね、モデル退治に行きたいと思います。うん、まあ、ちょっとね、モデルの退治が終わったら、ちょっと、まあ、それ、まあ、自分、こっちだっけ？こっちか。
でも個人的にもなんかちょっと進めておきたいなって思います。あとね、今ちょっと近くにあ雪山があったじゃないですか。ここね、本当にめっちゃ狭い範囲だけど、ここに雪山があって、そこでなんとか狼を何匹か見つけて今テイムしてる最中です。なので狼そのね、ちょっとしたら仲間になる。でドラゴンの卵を見つけたんです。で結構ね、もう場所がランダムにあったりするので、あーでもその位置だったらゲート壊せるかもな。まあ作り直せばいっか。おん？なんだ？ん？どこ？ドライクがそっちに攻撃してるってことはさ、ゴーレムいるよね。あ？ゴーレムいない？いや、俺かい。いるよね、やっぱ。倒しちゃっか。ごめんね、さすがにちょっと邪魔なんだ。いらドレイクも邪魔になる。当たんねえな。お前ゴーレムとやってちゃうんじゃないのか。あー当たんねえ。落ちろ。お前が近くにいたらモデルさ、モデル戦 に集中できねえんだよっていうか。あと飯も食べないとね。そうしないと結構きついかも。あーやばい。ちょっとなんでゴーレム、なんでゴーレムそんなところにいんの。こっち来い、こっち来い。ああでもむしろゴーレムを利用して戦うっていうのを一つの手なのかな。はい、痛いね。まあ君は一応クリスタル回収しとこう。建築資材としてはね優秀なんだ。邪魔だなもん。てかドラゴンの卵これ一つ重量200あるからめちゃくちゃ重いんだよね。よし、ちょっとこんなところでグダグダやってたらね、あ危ないというか時間かかっちゃう。お、ちょうど晴れてきた。よーし、で、こっちセットして、まあいいが。じゃあ行きまーす。よし行きまーす。一応セットして、どうだどうだ、どっ、おお来た。いよいよモンハンみたいになってる。あー足んねえ。うわー何これ、やっぱかっこよ。ん？なんだ？あ、すげえ。おー、なんだそれ。かっこよ。いっとよば。いやー、多分このタイミングで。ひー。あ、飯食うの忘れてたぞ、今。やばいやばいやばい。結構やばいな。やっぱこういうのは遠くから遠距離戦でやっていくか。いや、かっこよ。結構今危ないな。ちょっと早いけど。飛びますか。いっと、あーなんだこれ。うわー、飛び立つ。当たらん。
当たらん。ダメだ、弓はね飛んでる最中にやっちゃダメだ。わかった。いや本来飛ぶ、飛んでるこういう時やばい、空中になってる、やばい、えぐいな。いや冷凍船にちょっとちょ早くね動き、わあ食らう。え100、やばい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 、食らわな。よし、近くに周り入り込んだら全然当たらないな。結構危ねえ。ガードしても4入る。いやあのガードで4、ガード中4って結構ですよ。あ7、もっとすごかったな。ちょっと今のうちにこれあれだね、こっちやってた方がいいね。邪魔だお前。やば、いた、直接で64、なんだそれ。ちょお前うるさったいんだよさっきから。ちょっと沈没しろ。降りたね。遠くに行けば行けで何やってんの。あぶねえ、あ壊れた。うーんちょっと矢の種類変えてみるか。ほい、やばーい、あ効いてるね。あ効いてる。おっとー30って結構、いやいやいや本当に危ない。回復、当たったか、勝ってー。やべ夜になっちまうなこれ。こっち側来てもらう、やばい弓の耐久値がえぐい。またそっちで降りる、またそっちで降りる。あやべえ、またそっちで降りる。はまってるね。よいしょ、いいダメージ入ってるんじゃないの。やばい弓の耐久値がやばい。あやばい、スタミナ切れにも注意しないとな。あーダメだ、こっちはもう余計に宣伝しろ。さあブレスでも何でも打ってこいよ。やばいブレス来る、あぶねえ。なるべくこっち側に、ちょこれ邪魔邪魔だから壊しとこう。いやー待って待って、こうガードしてでもガード、お前ほんとうざい、うざい、お前お前うざい。二度と飛ばせねえように言ったら飛べねえようにしてやるよ。じゃあな。えあっちまでブレス行ってんだけど、すごくない？これダメ元で接近していくか。
いやでも耐えれるっぽい。危ねえ。ガードは、いや弾かれる。マジで言ってんの？飛ぶね。やばい、えぐい削り方してる。いやー、いやもうここは避けに。危ない。やっべー。回復回復か。やばいやばいやばい。走って逃げる。いや降りてこないとこれ話になんない。危ない危ない危ない。おい壊す。ちょっと邪魔だから壊そう。これはやばいやばい。来た。いやーブレスもやばい。やったー。いやー食らう。いた。中こっち横からなんかいい。やばいねこれ。やばいね。ちょっと引こう。あーうーざい。もうもうしつこいお前。すごいお前。うわこっち来た。あぶないあぶない。重い。飛んだ。よし。夜になっちゃったねこれ。祭壇がボコボコになってる。あぶないあぶないあぶない。いやガード必須だこれ。手じゃ全然壊せねえや。よし、あ、壊せるわ、意外と。絶対手痛いでしょ、これ。そっち側か。なるべくそっち側で止まってほしくないんだよね。60は入るか、でも。正確には60しかか。壊れた。OK。動きやすくはなってるな。あった。全然入んない。やばいな、弓の耐久値が。いや、これでも強い弓なんだよ。思ったけど、これ一個。回打つと、ああどんどん減ってるね。やっぱ耐久値がやばいな。あと36回しか打てない。これはいろいろまずい。さあこっち来なよ。段差を利用して避けつつ。ちょっと邪魔だな本当に。いやそっち行かないでほしい。ああもうだから弓の耐久ねえっつってんだろう。あ避けて。危ねえ。よし。いっと。いやもろぐらい。根元いいね。直でえぐいダメージ入ってたよ今。ガタガタしてね。危ない。俺も当たってない。モデルがでかすぎる。何せ危ねえ。よし飛び立った。あ、貫通してる。
ここ一番安全なのでは。安全なのでは、意外と。うん。うんうんうん。ここ意外と安全なんじゃない本当に。わあ、どっから降りたんかい。あった。あった。お前、頭でかい。こっち向けるな、頭を。当たらんやろ。やぶねえ。頭をこっち向けるんじゃない。画面に近いから。こんなツーショットいらねえわ。よし、根元に入っちゃえば。攻撃しやすい。えぐいね、これ。当たってる？やばい。あと3分で決着しないと。スタミナがきつくなる。よけろー。ここだな、やっぱ。お前こんな時に水を差すんじゃない、バカ野郎。水を差すな、バカ。俺とモデルの一騎打ちだぞ。邪魔をするな。中入っちゃって、お前のせいでどんどん押されて落ちてくる。こっちこっち落ちてくからさ、困るんだよね。あー、当たんないよ。よっしゃ、当たってねえ。おっとー、当たらんよ、ブレスなんか。いけるか。はあ、やった、勝ったー。ドラゴンの涙、なんだ、何作れんだ。あ、職人テーブルある。うわ、かっこよ。何と何で作れる。木か。おお、勝ったたよー、やったー。いやー、なんか弓用意してきたけど、なんかそんな使わなかったな。まあ勝ちだ。じゃあちょっと、んてか夜だもんな、今夜だもんな。早くちょっと逃げようかな。叫ぶんじゃないよ、こら。仲間なんか呼ばせねえぜ、俺は。俺はこの島の、この島じゃねえや、この雪山の主を俺は倒したんだ。おお、もうお前は怖くねえぜ。いや、怖い。狼いるから逃げよう。逃げよう。ええ。やっとモデル倒せたー。そんがえぐいけどね。でちょっとまあまだね、アイテムとかもね、まだ回収したいしね、まだ全然。あ、でも鹿、まあ、回収できるわ。あ、後で回収しよう。まあちょっとアイテム一回置いていこう。アイテム一回置いて、ちょっとこっちじゃないか、こっちか。これだ。線こっち。びっくりした。なんだよ。うん、多分生まれたんだろうけどさ、新しい虫か。で、どれ、こっちか。回復も、いや、理由で使わないな。あとは、まあ、こっち、うわー、装備の敵、めちゃくちゃ減ってるね。
でいいとして、まあ、まあ仕方ないよね、もう。で、食材チェスト、これなんか空だからな、この中にとりあえずぶっ込んどっか。で、これですよ、わポー、まあ、毒ポーションちょっと一回直していこう一回直しておいて、この音いいよねこのカカ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 カンっていう音いいよね。ではちょっとね、このモデルのトロフィーをね外出たらもう掘り作っといてよかった一歩出たらもうやべえやつらしかいねえ。じゃあちょっとトロフィー捧げに行く、ここか、こっちか、捧げに行きましょう。まあモデル倒したんですけど、まあある程度ね、なんかね、平地の探索とかはまあ多少やっちゃってるんで、まあなんだろうな、あ、嫌な、あぶねちょっと待ってあのさ、こっち満足に何もできないんだよせめて首かかさげ、お前もだよお前もだよ水さすな、あ、いいもの落とさなかったしな。じゃあ捧げましょう。ほい、このタイミングでワールドセーブやめてこう後悔の時に追い風になる、強くない。月と日が渡る時、黒い翼は山を下り、我らが歯、我らは歯来たる、歯の涙は雨のごとし、歯の声は再びよらろう、イエーと思ったけど、これ読んでなかったら結構深いこと書いてあるね。おー、危ねえ、もうセーブ、ワールドセーブが入るから。あ、あー逃げちゃった。ニワさん、もう一匹いたの、もういいや。ね、じゃあ今回はモデルを倒しましたっていう、なんかちょっと別のね、まあ、配信でできなかったっていうのが、ちょ、お前何してん、うちの子じゃないだろ、お前、うちの子じゃないなら許さないぞね。ちょっと配信でね、できなかったっていうのはちょっと心残りで、まあで次の配信やるときは、もしかしたらそのちゃんとね、次やるときまでには、まあある程度ね、そのいやー進めてはおきたいんだけど、まあちょっとモデルでねやりたいことがあって、あとこのモデルの涙をさっきゲットしたんですけど、それで、まあ、多分黒金属のねクズっていうのを多分前ゲットしたんですけど、それは多分加工できるのかな、ような多分釜とかができてるするので、ちょっとねそれを、でもその黒金属からできる、まあ、装備とかを作って、まあいよいよラストステージね、平地のボスをねこう倒すのを目指して、まあちょっと裏でも準備していきたいなと思います。ではんー、ちょっと待って、いきなり入りとか終わりを忘れてしまったではね、今回はここまでにしたいと思います。では次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。失礼します。